皆さんこんにちは、フォーゲーマーのルッチです。どうもコスです。よろしくお願いします。はい、ということで今回は言霊言っていきたいと思います。はい、はい、いつも通りですね、突然新キャラクター出てきたんで、いやなんかね、セガコラボ来てね、この前あのヤタガラスが来てって買っちゃったんですけど、なんか急にでかいそうイベントが来ましたね。800万ダウンロード記念、はい、まあ夏ですから水着シリーズですかね。なんかね、ほら8月に入ったから、なんだっけ、15日ログインでエロスでしたっけ、エロスが追加されるみたいな感じで、こういうのやるんだと思ったら、ね、来たね、夏休みイベントが、うん、ということでですね、はい、今回いろいろ見てたんですけど、さっきもねちょっとコースケと調べて、うん、例えば、火の用とか、まあ、今までいるキャラクターの水着バージョンですね。そう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 、で、属性が変わってるって感じかな、うん、待って、今見たら角槌の、ちょっと待って、サーフボード裏見て、イザナミイザナミイザナミ横にいるけど、さすが青イザナミ、これどっかにあるのかな、角槌、なんかどっかいそうっすよね、これ。なんかその水着の顔の角槌みたいなね。いや、この辺はそのさっき調べたら、この属性でこの文字、うん、でこの一番高いリアリティというのはいなかったので、だから星6のこの使いやすい言葉たち、そう、すごく欲しいですね。ね、どれが来てもいいで、みんなスキルはほぼ多分一緒で、うん、この3文字だと5回ランダムの時に強力な非属性攻撃を与えて、はい、5文字だと、あ、でも5文字になってますね、これ。そう、よどみの名は5の文字だけど、他の人は最初の文字じゃない。あ、マジで、うん、本当だ、川からとか、あー、なるほどね、その辺はじゃあ変わってないのかな。で、6から、あ、これも5文字、この見た、ってことは、これあれだ、あれと一緒だ、元のデザインと多分一緒だ、うんうんうん、あ、でも読みども5文字だったかな。まあ、どっちにしても技は一緒で、でもこれランダムだからね、まあ、平均だからな、まあ、8とか9って考えてくれればいいのかな、真ん中だとね、うん、まあ、それ以上強いけどね。でも8、9でも強いな、強い強い、十分強い、だから6行くだけでも十分強いから、うん、超ね、強力だし、まあ、こんな感じですね、はい、この辺いるんで、まあ、何出てもいいんじゃないですかね、正直これ結構熱い、だからそん中でもよ、やっぱなんか一応決めときたいよね、やっぱ俺ね、まあ、でもやっぱ母音系じゃないですか、母音系、イザナミ、ウコノミタマかながやっぱ、まあ個人的には蚊、そうだね、カグズチはいいね、使いやすいので言えば、多分頭に持ってくるシリーズの使いやすい気がするから、うん、で、カグズチと、イザナミ、イザナミ、あとは慕ってる姫かな、うん、この3体は頭に持ってくる4文字スタイルなので使いやすいという予想で、うん、まあ、その4体、はい、カグズチ、イザナミ、慕ってる姫出たらいいかなと思います。はい、いくぜ、せや、出ますかね、お、もうあの花の演出いらないでしょ。ね、何なんだろうね、あれ、微妙にあるからね、まだね、こっからダーンってあるからね、ここに来たらもうない、ないないない、今回みんな星5っぽいんで、ちょっとここでの期待値もないということで、ね、そっか、もう出ないと、うん、そう、新キャラも出ないと、いけ、もうでもだいぶね、普通のキャラもだいぶ引いてきてるからね、うん、あら、ひょん、おぉ、しょん、セーブ2個、これはいいんじゃない、出ろ、全部出ろ、面白いから。そんなことは一応確率はないことはないからね。そんなことは全部来てる、かわいい。さあ、兄さん来んのかな、俺、お、来てる来てる、か、加藤、加藤、マーか、マ、マリー・アントワネットじゃんかな、あー、もういっぱいいるわ、3体目か4体目じゃないかな、星6だもん、全く出てる。でも、か、でも、格づち、普通の格づち来い、やめろ、普通の格づち来い、どうだ、ダーン、進化前見てないからよく、ね、なんか違和感ってね、誰だお前、誰だお前。いいっすね、あれみたい、あの風成源十郎みたい。あのシンフォギア、あれそんなにいるんだ、そう、シンフォギアっていうアニメのね、あの総提督みたいなやつがいるんだけど、それ似てるわ。あー、いいじゃないですか、いい感じだよ、まずは1体全部いくから、うん、さあ2体目、どうも、熱い、キラン、いいよ、これかく、ほぼ確実だね、さあ、頼むよ、本物の方出ろ、本物、元の方出ろ。本物って言うな。元の方出ろ、元の方出ろ、頼むよ、さあ来い、さあ、なんだ、ん、うん、なんだ、見えなかった、か、か、またかかよ、かはもういいわ、普通の確実してよ、いや、もうどっち出ても嫌だわ、もう、もういらんわ、もう、もういらんねん、お前。何回出るの？
常夏市次はい、いい、いい声、いい、キャッチン、はい、これおお、こんなのある。まあでも、一回出たことありますよ、僕も。すごいね、今の、あの、何もない、うん、流れ星もない状態。一応だから確率あるってことですね。そういうことだね。ここあ、見えなかった。木、木、あ、これギルガメッシュでしょ。来た、希望、実質希望。もういらない、実質希望ね。いや、意味不明だよ、もう。実質希望くっそー、キヨヘビミでもねえからな、うん、このタイミングだったらね。そうだ、キヨヘビミ今日の朝で終わっちゃったから。そうだね、ラストじゃない。うわ、早くないですか、ちょっと頼むよ。もうほんと、かぐつち以外の、もう最近もうみんなことの鈴になっちゃうから。お、あるある、あららららららら、ここ、締まり悪いな。でも、つぼみはかなり締まってました。いや、かもしれない。まあ、でもいいんじゃないですか。いや、でも、うん、まあ、新キャラ見てる、一体出てるからね、うん、まあ、いいとしましょう。はい、はい、ということでですね、うん、今回はこの中でかぐつちさんだけ発表してくれました、はい。まあ、でも欲しかった中の1体なんで良かったかなと思います。そうですね、しかも勝って結構汎用性がある使いやすい文字なので、うん、どん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 ちょっとまた戦いに幅が広がったなと思いました。はい、次はですね、コウスケの戦いに挑みたいと思いますので、終わりました。そちらの動画もお楽しみにしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上となります。それではまた別の動画で、バイバイ。